はい、えー。皆さん、どうも、久々に登場しました。レック専任講師、弁理士の宮口です、えー。ドラマ、それってパクリじゃないですかっていうやつのですね、えー、第4話です。はい。で、第4話はですね、どういう話題だったかをちょっと見ましょうか。ね、あの、月、月夜のドリンクの月夜のにちょっと似てるんだけど、<laughs> 月夜っていうですね、 あの、なんかキャラクターがいるんですよ。ちょっとね。あのドラマ見た人はね。ちょっと違うぞう。ともかもしれませんが、ちょっとお許しくださいね。あの、確かにこう三日月型の頭をしてた。あのなんかサソリのようななんかね。変わったキャラクターなんですよ。虫のような動物のようなね、えー、それをね。あの主に3つの会社がね。 あの俺たちが使うぞ俺たちが使うぞっつってね自己主張してたんですよ俺たちのものだみたいなねでもこのキャラクターってねまああのなんか縄文時代から存在するらしく <laughs> 1万年前からねまあ本当かどうか分かりませんけどあのみんなのものだっていうことでね あのみんなのものだという意見といやいやもう商標を取ったら俺たちのものだみたいなねまずね縄毛公文子化学工業というのは何かというとねあのまずこの真ん中にある月夜のドリンクこれが主人公の会社ですよね主人公の方々が勤めてる会社、A まあ、あのドリンクの会社の親会社にあたります。でこのの親会社はですねそのまあ 高分子化学工業とか言ってますけど、あの富士ゼロックスみたいな感じで、のレーザープリンターも作ってるんですよ。そこで、そのレーザープリンター用のね。レンズがちょっとこの三日月のこう形をしてる部品なんですよ。だから、あのこの月4にあやかってね。商標を取ろうと。 考えておると親会社がねで月夜のドリンクは月夜のドリンクでムーンナイトプロジェクトというまああのー、そういうプロジェクトのイメージキャラクターにこの月夜を使いたいという、えー、そういう意図を持ってます。えー、でこれはねハッピースマイルビバレッジはこの月夜のドリンクのライバル企業ですよ。あの第1話にも出てきましたよね棒に出願した会社ということでちょっと悪いイ,イメージがあるんですけどね、えー、そういう会社がまた出てきます。えー で、あのー、この3つがね、月4の商標をね、いち早くしあの出願しようとしてるんですよ。ね。はい。で、あのー、ここに商標法81項を持ってきました。これはね、その早いもん勝ちだよという条文弁便利試験にも役立つからやっておくよ。同一または類似の商品または駅務について使用する、同一または類似の商標について異なった日に2以上の商標を取るんがあったときは、 あ再選の商標登録官人のみがその商標について、えー、商標登録を受けることができると、ね。要するに早く出したもん勝ちです。同一類似の場合ね。類類だだっったたららいいいいんんですよあのレックもね実はあのあレック東京リーガルマインドっていうのがこの予備校、うん、ほらここに載ってるけどね。うん 実はねあのレックという会社があるんですよ株式会社レックっていうのはね商標だけ見るとかぶってんだよ類似であの全然ね生活雑貨のレックですよこうあの東京リファルマインドのレックはあの予備校だからね資格予備校だから全然かぶってないからあの共存するんですね、はい、区分を制するものは商標を制するとでこれはどういうことかというとねその特にね月夜のドリンクって、まあ、まさにドリンクじゃないですか清涼飲料とかの。 上毛高分子化学工業はね、レーザープリンターにしよとしよ使,使用しようと思っているわけです。だからさ、この、区分がね、違うと。あのー、全然その、商標が同一類似でもね、あのー、登録されるんですよ。ね。まあ、だから、さっきも言ったように、洗顔主義というのは同一類似関係で、洗顔主義なのであって。あのー、例えば、商品がね、化学品とか。 第3類化学品アクセサリー14類おもちゃが28第30類飲料てるじゃんね例えばその14類と30類って全然違うでしょだから同じ商標でそれぞれ14類30類の出願をそれぞれの会社が出願すればね登録されるんですよで35から45はサービスねレックもサービスです、ね、で35類広告41類教育スポーツあレックこれですね教育だから。 で44類がね医療とか美容というそんな感じですはいで商標法一条商標法の法目的ちょっと見ます重要だなこの法律は商標を保護することにより商標の使用する者の,の業務上の信用の維持を図りもって産業の発達に寄与すること寄与し合わせて需要者の利益を保護することを目的とするこのね商標法はね他の法域と違って需要者の利益これも考えているだからね 商標権を取ることは、あの、事業者の利益にならないこともある。ね、これです。月音。ね、これはドラマで見ると、月音というのはね、富士山と一緒だよ、みたいな。つまりね、もう1万年前からその存在するね、虫か動物なので、もう独占的要性に乏しい。だから、あの、えっとね、藤崎さんっていう女性の知財部員ね、主人公のね、あの、あの女の子はね、最後に、 その北脇弁理士は商標取る算しろって命令してんだけどしなかったんですよ、ね、でしなかったのはどうしてかというと独占適応性に乏しいから。 もうみんなのものだからダメですって言ったんですよ。でね時間切れで商標取るさんしなかったの。それでこのライバル企業のハッピースマイルがね出願したんですよ。でなんか喜んでたけどやった俺たちがトップやーっつって喜んでたよね最後どうなりましたそうあの SNS で大炎上何出願してるんだ何独占してるんだってねであの誤りの記者会見とかやるハメになっちゃったみたいなねなんかあのありますよね似たような案件がね。 あのあまり具体的には言いませんけどね、あのなんかほらあー、YouTube 系のなんかしょうあのね、えー、それをこうあの取ったらね大品種になったというちょっとそれそれにちょっと似てますよ。はい、そういう話題でした。最近のその傾向をよく掴んだ内容でしたね。はい、ということで今日はあ第四話の考察終わります。はい、それではですね、えー、第四話に引き続き。 第5話の考察です第4話は月4の話でしたね、えー、商標取るさんねあのあ出願するだけがノーじゃねえぞと出願しないという選択肢もあるぞという、ね、話でした、えー、で第5話はですね知財部は調整のエキスパートちょっとよくわからんけどね、うん、でもねこういうことですよ知財部ってあのほら開発人と特許事務所の,こうかけあの駆け足の役割をしてるんですよ、ね あのー、そういう意味で調整のエキスパートですはいあ特許庁ですね特許庁初めて出てきましたよ、ね、霞ヶ関にある特許庁ジャパンパテントオフィスね、あのー、実はこういう縦長の建物じゃないですけどね <laughs> はいえー、とで話題になったのはですねでこのねクロスライセンス契約というのはね、あのー、例えば A 社と B 社があってあここに書いてるよある技術に関する 知的財産共有する複数の社がそれぞれが所有する知的財産権を相互にあの相手方、当事者にライセンスし合う。契約ね。何だろうね。民法的に言うとまあ、同時履行の抗弁じゃないけど、まあ、要するに、ね、あの権利を持っている者同士が俺の権利をお前に使わせるから、お前の権利を使わせろみたいな契約なんですよね。 それぞれ権利を持っている時にいい,い,いところ取りをしていこうというねそういう契約クロスライセンス契約これが話題として出てきましたじゃあ,あのクロスライセンスの内訳なんですがね、えー、っとまずこのこれはねあれです月夜野ドリンクの特許権ねペットボトルのデザインそして著作権者がいたんですよでブログの写真をねこう月夜野ドリンクがそのポスターに使おうとしたんです。 でその,あの社長がね増田社長っていうんだけど月夜野ドリンクのそれがそのね気に入ったホームページをねこれ気に入ったからこれポスターにするわっつってね何千枚ももう注文したからってねそれで大騒動にだったんですよ勝手に使ってるから。でこの,あのブログの写真の著作権者がねたまたま月夜のドリンクの,その商品をあの勝手にデザインあの特許のね えー、とあれね衣装の方が私はいいと思うんだけどまあとりあえずそのペットボトルの同じようなデザインで製造販売しとったんですよだからあの月夜のドリンクは著作権者の人からそのポスター使わせてくれっていうライセンスを欲しいしでそのあポスターの人はね、えー、著作権者の人は月夜のドリンクのペットボトルのデザインを勝手に使っとったからねそれのライセンスを得るだから結局お互いにお金払わずに済んだんですよ。うん めでたしめでたしこれがクロスライセンスねあの俺の使わせるからお前の使わせてくれっていう契約をうまくまとめたっていうことですねクロスライセンスはいええー、ということなんですよそれでですねえー、と今度はね、あのー、分割出願という話題も出てきましたこれはこれでねなんかあのー、えー、っとほら月夜のドリンクっていろんなドリンクを出願してるんだよね甘酒の製造方法も特許さんしてたんですよ それで、ね、請求項1、まあ、発行によってこのおいしさを引き出すみたいなねクレーム熟成によっておいしさを引き出すみたいなクレーム2みたいなのがあってそれでねあのまずこういう知識は前提として必要です。特許スガンには請求項という概念があって 1>, あの1つでもいいし10個でもいいし100個でもいいんだけど要するに権利化したい発明はいくつもいくつもあの1つの素顔に含めることができるのよ。で例えばちょっと極端のというと100個の請求項があってそのうちの1つでも拒絶理由があったら拒絶されるんです。分、ええ、かります全部が全部あのダメじゃなくてね1個でもダメだったらもう全部ダメになるんですよ。そそうういでうですそれで あのなんかねあの俺にはするとなんでこうあのすぐ気づかんかったのかと思ったけどねなんかドラマで「そうだ!」と言ってなんかひらめいたみたいな感じになって「分割すがん」っていう手があるってなんか大げさにやってましたけど <laughs> まあ大げさにあの思いつくほどのもんじゃないですよ。あの便利試験ででもねよく出るんんすこれうん あの拒絶流通知を受けましたどのような措置は考えられますかって言ってねもう私も語呂合わせで教えますけど検討違法部検討して意見書補正書分割というぐらいだから分割ですそのこっちの方だったら特許になるとこっちの方はダメでもこれだったら特許になるっていうことで。 あの分割をあのしますのでよろしくお願いしますってね特許庁の,あの審査官にお願いしたところ「分かりましたこれだったらねあの素晴らしい技術なんでこれを分割すれば特許にし上げます」みたいな感じでしたよね。うん、でもねちょっと私の視点から言うと拒絶理由がある方を私だったら分割しますなぜかというと拒絶流がないんでしょこれ。拒絶流がないやつは残しておくほがいいんですよ。 うん、だってそのまますぐ権利化されるから。で拒絶流がある方を分割して、えー、争った方が私は効率的だと思うんですけど多分ドラマ的には分かりやすくするためにあのこの拒絶流がない方を分割するという選択肢をとってましたけどねあ逆もありえます拒絶流がある方を分割してない方を残すというやり方もあるんでえ一応あの押さえといてください特許法でいうと44条です。はい えー、特許出願の分割に関すする規定です道場は出願人が認証の発明を包含する特許算の一部を新たな特許出願とすることができる旨規定します44条1項。でまたあ道場は44条はね、えー、特許算の分割が適法になされた場合にはその新たな特許算分割出願のことねは元の出願時にしたものと見なされるよというそういうメリットあるんですよ。だからね ただ分けるだけじゃなくて、その分割出願の出願時が原出願時に。さかるっていうメリットがあるんですよ。これが分割の強みです。ね、四十四条、便利試験にもよく出ますよ。非常によく出ます。あ、終わりです。えー、ということで、あのまとめるとですね。第四話はあ、あの、月四のね、えー。あの、あれが出て、月四のキャラクターを商標とろさんをすることで争ったんだけど。 あのしない方がいいぞっていう選択肢もあるということですねみんなのものの場合はねそこは難しいですよ便利者はほらあの出願した方があの収入になるからねどうしても出願する方向に働くんだけどあのクライアントの最大限の利益を考えるとむしろ出願しない方がいいぞとという勇気あるるアドバイスをすることも大事だよということなんですよ、ね、それで第2話はあのクロスライセンスね、えー、それから分割願という話題が出てきたとそういうことでしたね。 弁理試験にも活かせるなって感じですね。はい、じゃあ今日はこの辺で終わります。歴戦に講師の弁理師宮口でした。